まこなこチャンネルです。列車で行こう、エクスプレス。続きやっていきましょう。さあ、で前回こちら新しい新幹線の駅を作ってと言ったところまでは良かったんですが、これは乗降客数が1日に51名というすごくね少ない人数、これをどうすればいいか。まずもうこの辺りに何かいろいろ作っていこうかなと。なのでもう道路をどんどん敷いてきます。でこの方向、この画面下の方向に進み、その後こちら側とつながるような、そんなのをイメージして作っていこうかなと。もうこういったのは5番の目でやっていけばいいんじゃないかなとね思うんだけど、どんなもんだろうか。じゃあ作っていきましょう。もう駅前からこのように縦に伸ばしていく。こういうのはねやっぱり上手い人だとうまく円を使って、車両が走行してるため作れませんとかなっちゃいましたね。ちょっと動かしましょう。こんな感じで少しずつでいいので発展させていきます。ここら辺でもねお金か、あ、いやこれお金はかからないのか、ひょっとしたら。あ、いやかかるな、これだけでもう、え、これ1億かかるの？え、建設だけで、すごい勢いでお金減っていくんだけど。いや、あんまりこれね、本来であればできるだけ早めにね、こういうふうにもう作っておいて、まあ、今後のことをね、考えてやっていくのがいいんじゃなかろうかと思うんだけれども、いかんせん金ちょっとこれかかりすぎるんでね。で、1個だけここに何か大きな建物を作りたいなと思うんだけど、やはり事務所かな。今本社ビルのところね選んでますけど、事務所、安い事務所にするか最初から大きくするか、まあある程度安くても仕方がないかな。もうこれ駅前にね、あ、まあ駅前かな、ドカッと置いときましょう。さてこれがまた赤字を垂れ流すね原因となりそうですけど、当面こんな感じでやっていきたいと思います。でここら辺にまあ資材がね積まれていくので、多分勝手に発展もしてくれるんじゃなかろうか。でもう一方こちら側からこれ線路伸ばしていきたいんだけれども、どうなんだろうな、これ車線が1本しか、まあ1本というか片道1本しかないので、これ走らせられる電車って1本しかできないでいいのかな。なんかそうなってくるとあまりこの電車の有効活用がねできないような気がする。この辺りもどうしたらいいのか考えないといけないけれども、最終的にはねこれガーッとこういう風に線路を結んでここ行ってさらにこちらの新規の新幹線の駅まで到着みたいなことをやりたいので、まあ、そうなってくると次の新幹線の駅ここら辺に、あ、普通のローカル線の駅ここに作ってとなるんだけど、だけど1本しか通せないんであればどうなるのかとかね、環状線にしたい気もするけどそれもなんか難しそうだし、でまあでもそうこう言ってても始まんないんで進めていきましょう。で細かくちょっとバスのね、バスとあとはトラックまだまだ全然できてないんで、こちら側はちゃんとダイヤウィザード使って対応していきたいと思います。さて今現在結構トラックをしっかりと走らせるような状況にしました。でこちら側もね本社ビル建てましたけど、まあ、それから周囲がある程度多分これ家なんでしょうけど立ってるような状況、これコンビニ、まだ他社物件なのでこれ利益出てないのはいいんですけど、まああまりここら辺はそこまで発展してないからか盛り上がってない。でこちら側にもね勝手に家が建って、このゲーム特徴としてはね道路も勝手に作られるんですよね。なのでまあそこをうまく利用するのかそうでないのかも含めてね今後やっていかないといけない。でここら辺の物件500万ほどの赤字だが、ここの資材置き場はプラス300万、
もう一個どうだ、もう一個はマイナス200万、まだまだトントンみたいな感じになってますけど、うん、この辺りもまたうまく調整して新幹線この駅、乗客数607名、結構降り立つようになってますね。どんどんここが発展してくることを期待したいです。さて現在の状況を見ていきますが、バスが良くないな。でトラック運行だけはね順調に利益出てるんですけど、おっとこれは4月になったから音楽が流れました。これ音楽月の代わりにね新たになるんですけど、一旦音楽が鳴り止むとね、それ以降は月が変わらないとならないっていうね悲しい結果が待っている。でトラック利益、鉄道利益は出ている、だがバスの利益が出ていないので、といってもバスもね今特に何かしようがない。で子会社利益は多分何か作ったから一気に赤字になったんだと思うので、まあ、それ以外であれば特段赤になってる気配はないかな。パッとここを見る限りではね多分プラスになってるはず。というわけで順調にこのまま進めばどんどん利益も出てくると思います。だがちょっとねこのままボケっと待ち続けるわけにもいかないんで、また何かしたいですよね。ここ資材置き場、うん、今期まだまだ赤字、もうちょっと何かがっつりと持っていける仕組みがあればいいんだけど、トラックだとどうしてもね限度がある。でもここら辺は黒字になってる、ここは赤字、これ一個一個見ていって、まあうまくいってないところは今後何とかしないといけない。ここは利益が出ている、ここがいい感じにね利益が出てるんですよね。多分ここで作ったものをすぐここに運んで駐車場に運んで、でまたここで拾ってを繰り返して、でここのアイテムをコンテナを使って何かが建てられているような、まあ、周囲が発展しているということですよね。となってくるとここまた線路伸ばしていきたいな、こういう風に順調に行くんであれば。だからあんまり一気に作ってね一気に金欠になるのもなんなんで、ある程度まあ一月一月になんか作っていくみたいな感じが良いのかもしれない、一気に作るよりかはね。だから作ってうまく運用されるのにも時間かかるだろうから、そのあたりをどうするか。ここは乗降客数600名ほど、悪くはないのかな。でも電車通る数が本当限られるから、この辺りがどうなるか。なんだろうな、これをもう一つ伸ばせば伸ばすほど電車の行ったり来たりに時間かかってしまうんで、多分何か術があるはずなんですよね。もしくはここまでで電車を止めてここで乗り換えさせてさらに進むみたいな、そんな感じがいいのかな。ここら辺の電車の運用がまだまだよく分かってない、どんなもんだどんなもんだ。ここ1500万から増えてんのか減ってんのかちょっとよく分からんけどね、状況が。なんとか、A 列車だからね電車を活用したいんだけど全く活用できてないというこの悲しい現実が。でそろそろダイヤをね考えないといけない。電車、これはダイヤウィザード、ちょっと動かしてみましょう。これはどうなってるんだろうな、なんか電車のいる時間が決められるので21時から、いや違うな、これどういう風にやるんだろう。発車時間は6時、こんな感じでいいのか。ちょっとねこの辺りのね何をしてるのかが自分でもよく分かってない。うん、発車時間これで停車時間がこれか多分。で通過時間なく到着待ちとか対向車もなくという感じで、これを
全部の路線に対応したい。ちょっとこれ続行やって、いやダメだな、動かなくなってるな。これあ、なんか余計なことやっちゃったっぽい。ダイヤウィザードもう一回。あ、これ停車だとこの時間ずっと停車し続けるってことになるのかな。ならばこうか、こんな感じだな。6時から21時までこれで多分大丈夫だと思う。そうすると夜の人がいない時間は動かないという話になると思うんだけど、今動いたな普通に。こんな感じで、これ確かコピーとかができるはずなんだけど、どうやってやるのかがわからん。今はもう夜なので止まってる状況だと思います。6時になったら動き出す。そうそうそう、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じでダイヤをね、時間短縮して人が乗らない時間帯には動かさないみたいな感じでやっていくのがいいんじゃなかろうか。多分この発車時間で全部調整すれば、6時から21時ぐらい、こんなところかな。うん、で今はもし、いや動かないな、いや動くな、大丈夫大丈夫。これ見て、でももう0時回ってるんだけど動いてるのはどういうことだ。なんか動きが遅いというか緩慢というか、さっきの01の方は即いやーわかんないな、なんだこれ、なんでこれ今止まってる。ちょっとこのダイヤのやり方はほんと学ばないとね。どういう意味合いだったんだろうな。これ発車時刻この時間になったら出るということだから、これ停車ともなんか絡みあるのかな。停車これじゃあ消さないといけない、ひょっとしたら。ここは停車はない、発車は、あ、発車消えちゃったな。こんな感じで今はまだ6時になってないから動かない。6時になったら動き出す。で次はやっぱこれ2、3本走らせたいけどな。これ0にしろ。でここも21時ぐらいまで走らせる。なぜこれで互換、なぜこれで互換。いや動いたな。あーという感じで代用設定、まあ、という感じでってね、合ってるのかどうかっていう問題もありますけど、まあ、こんな感じでやっていくんでしょう。あ、そっか、これ停車は一つの駅に止まるときに何どれぐらい止まるかってことか、乗り換えにどれぐらい時間かけるかとか、そんな感じか。なので24時間ってとなったらもう電車止まったら24時間動かないとかで、10秒になっていたのは、まあ、10秒間乗り換えの時間があるということかもしれない。まあ、まあ10秒以上経ってるけど、これはいやダイヤわからないわ。ちょっとどうすりゃいいんだ。動かないもんね。ようやく動き出した。うん、じゃあこれ10秒、まあ終わりの駅なんで20秒ぐらいにして、あ、20秒、これ20分か。じゃあ10分だな。で、発車はこの時間。これ下のこのゲージは何だろうな、これ。あ、下はこれか。なんだろう、これ上も動かせるし、下も動かせるしで。なんだ、土日で違うとかあるのかな。この辺りがね、なんか、初心者をあっさりと追い払うかのようなゲームになってますよね。
こんな感じで様子見ます。多分6時になったら動いてくれると思いたい。動いた。でここは10分間の停車の後に出てくれると思いたい。他の場所なんかいじくっちゃったかな。大丈夫かな。うん、ダメだな。ここで長く止まっちゃうな。ちょっとこの辺りはなんか考えて学ばないとダメかもね。さて動画ガイドを見て、まあ、なんとなくだけれどもちょっとだけ分かったのでやってみましょう。まず1番、さっきの列車停車時刻はこのままでいいとして、発車時刻はなんかね、これ10分ぐらいね、これなんかくっつけていたので、ここをまあ6時発で、この上のところがねなんか10分ぐらいこんな風にしてた。んでこの下の方が多分終了時刻21時まで、多分これでなんとかなるんじゃないかなと思うんだけど、これでいいのかな。そのまま切ってしまって、多分ちゃんとなっていると思います。で01の方をね改めて確認してみれば、あでも6時から6時になってるな。これもうちょっと早めに終電になってもこれでやりましょう。で2と3は確か新幹線だったはずなので、この辺りは勝手にやってくれてると思います。これでちょっと様子見ましょう。どんなもんだろうな。トレイン、あ電車の行き来が速くて追いつけないけど、追跡。うん、あれこれでも、いやここで長く止まっちゃうな。なんでだろうな、ほんとよくわかんない。多分これで問題なく動かんか。マジか、どうすりゃいい。これはなぜ動かん。あようやく動いたけど、追跡追跡。これはこれは向こう側の駅でどうなるか。止まった、すぐ動く。逆にすぐ動きすぎて大丈夫かみたいな問題もあるけど、今もう深夜の時間帯。止まった、動いた、止まった、止まり続ける。わからんなこれ。もうちょっと勉強しましょう。いやーようやくこれルール分かりました。まず、まあ、通常ダイヤで停車はその場で駅に止まる時間だと思います。まあ10分間止まりましょうと。で発車時刻なんですが、これ上の左側の数字はまあ始発の時間で、この下側の数字は終電の時間で、このそのね上の始発の時間のすぐ隣に書いてある数字なんですが、どうもこれは6時に電車出発一つ出ます。でその後6時10分に出ます。つまりもう10分間隔で電車が出ますよということだと思います。でものすごくね、このラインのところが縦線たくさん書いてあるのは、これ10分おきにもう全部出ますよっていうのを表してるんだと思います。で例えばこれ1時間おきにね電車、要は1時間に1本の電車出すような時は、こういう風にすれば多分1時間に1本出ていってくれるんでしょう。これによって例えば本数を減らすとかね、そういった役割になってるんだと思います。ちょっとこの見た目電車1本しか走ってなかったから、まあこの1本が全部影響してるのかなと思ったら、多分違うんじゃないかなと、なんかそんな意味合いのような気がするけど合ってるでしょうか。書いてありますね。この時刻以降は始発の時間差で繰り返し発車するようになりますということがね。
なのでこの本数をいじくることで経費削減とかもできると思います。とりあえず1時間に1本ペースでやっておきましょう。あんまりね走らせすぎたらお金がどんどんなくなるんで、でこれでまた様子見た後にレポートで鉄道運行の数字がどのようになってるか見た後にねまた結果変えようかなと。これがいい方向に行けばいいんだけれども、逆に赤字垂れ流しになる可能性もあるんで、こんな感じで、あの場所は全部の場所で変えないとダメかな、やっぱり。ということで、これは全部やっていきましょう。というわけで全部設定し終えました。果たしてこれでレポートで鉄道運行、今1995、かなり上がってってますね。これがまあ以前のペースと同じぐらいに利益が出てるのかどうかちょっとね把握できないんですが、まあ、悪くはないんじゃなかろうか。減るお金が大きく減ってるんで、もうプラスがガン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 いってるような状況だと思います。で他のところも見ていくと、バスの運行利益があまり出ていない、トラックは結構出ている、あと資材置き場の利益もちょっとダメなので、これもうちょっとトラック増やしてやっていけばいいのかな。子会社はなんだろうな、これ子会社どう見てもこのマイナス8億なんて出てはないんだけれども、何でこんな数字になってるのかがちょっとわからんね。まあわからんね言ってても始まらないんでね、なんとかしないといけないんだけど、でも今回はダイヤについて分かっただけでも良かったのかな。あとは多分次もう一つ駅伸ばすんであれば、今度4車線ぐらいのね数にして、それをうまく活用していく形がいいんじゃないかなと。で途中まではここ1本のラインで来てもらって、その後は向こう側もう一個の新しい新幹線の駅の方につなげるみたいな感じで、あとはね貨物列車使いたいんだけど、どういう風にライン敷いていいのかがわからない。マップ、この右上のマップのこの辺りになんか貨物系のものを作って新駅の方に運ぶとかやってみたい気はするんだけれども、後々それをどんどん潰していくのかとかね、そういう問題も出てくるんで、だからいずれにしても、ここは500万利益出てる、ここ1600万利益出ている、もう一個の場所はちょっと赤字だな。何も作れてないのか、ここからは作ってもらいたいけどね。でここは自社物件は1600万の赤字、一向に回収できる気配がないけれども、まあここら辺もうまくなんとかやっていかないとダメなんでしょうね。ここをうまく使って今後なんか作っていきましょう。ここ新幹線ではないローカル線の新駅の方は、ここ結構発展してるんですごい利益が出ている、1000万3000万という。他のところもこういう風に見ていってちょっと厳しいかな、というかこれ多分2つもいらないと思うんだよね工場で。こうなった時に潰していくかどうか、ここにもちょっと自社物件大量にあるんだけど、特に何か周辺で作られる気配がないので、さてどうしたものか。こんな感じかな今は。火力発電もこの辺りかな、赤字大きく出してるのは。もっと電気使うような状況になれってことですよね、今の火力発電のあたりは。でも資材置き場いい感じになってるんで、もっとトラック走らせて、でこの最初のね、最初からあったこの新幹線の駅、この周辺に対してもうちょっとここからも発展させるようにした方が金銭的に安定するのかもしれない。この北の方に、まあ北かどうか分かんないけど、この上の方に伸ばしていくという手もあるし、沿線上に伸ばしていくという手もあるしで、この辺りもねちょっと次回以降また考えようかなと。いやー覚えること多くてちょっとね大変ではあるけど、今今回ダイヤについてねようやく把握できましたんで、この辺りでまたガンガンやってきるんじゃなかろうか。
経営状況、うん、鉄道運行は5000万かな、これは、いや、5億でいいのかな、5億ほどの利益が出ているので、先ほど見た時からね、うん、いい感じにいけそうな気がします。あとはどれぐらい利益貯めていけるか、バスだよね、やっぱりね。なんだろうな、バスは1個作ったんだけれども、それがうまくいっていないのか。あ、そっか、バスも、そっかそっか、ダイヤやんないとダメなんだな。あ、でもこれ、そう、時間がやっぱりあるな。あ、違うな、うん、発車時刻、これ21時までとかにちょっと減らして、で発車間隔も少し、また1時間ぐらいで、まあこうなってくるとね、利便性が悪くなるんじゃないかとか思っちゃうんで、できれば常時走らせるぐらいにね、したいけれども、これちょこちょこ変えていきましょう。今現在はこのようになっています。新しい新幹線の駅の方、結構発達してきたんじゃなかろうか。これどれぐらい利用してるかわからんか、わからんね。まあでもこんな感じで、周囲、これ本社ビルあったところですけど、周囲囲われて、これね、やっぱり早めに道路とか伸ばしたいんだけどね、こうなってくると、ここ道路伸ばすときに建て壊しとかもあるんで、いろいろ不都合が出てくるらしいんですよね。まあ、この辺りどうなっていくかも今後見ていきたい。ここら辺もようやく損益プラスになってますね、うん、一気に発展してきたような、そんな気配。ここもプラス、いいですね。こうなってくると楽しくなってきた。でもなんだろうな、自分がプレイしてるのこれA 列車で行こうでなくてね、A トラックで行こうみたいな感じだね。なんかトラックばっかりをね、なんかうまく操作する、そんなゲームに今のところなっている。だが本当今回ダイヤの使い方が分かったんで、次回以降はガンガンやっていけるんじゃなかろうか。ということで、この続き興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。またあーせいこうせいというね、なんか指摘とかいろいろと教えていただけることがありましたら、ぜひともそちらもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。